次に根本幸典君。緊張根本。根本君。おはようございます。自民党の根本幸典です。本日は災害対策特別委員会で質問のお時間をいただいたことに心からお礼を申し上げたいというふうに思います。さて、明日3月11日で東日本大震災から11年を迎えます。お亡くなりになられた方々に心からお悔やみを申し上げるとともに、被災されたすべての方に心よりお見舞いを申し上げたいというふうに思います。大きな災害をもたらした東日本大震災を踏まえ、多くの防災対策が見直されたであろうというふうに考えております。私も3月11日の発災から1ヶ月ほど経って、岩手県の山田町、さらには宮古市の方にボランティアでお伺いをしました。地元の方に問い合わせたところ、どんなニーズがあるんだということを聞いたところ、炊き出しが足りないと、で特に温かいものが食べれてない、さらには海辺の皆さんで魚介類が好きなんだけども、なかなか魚介類が口に入っていないと、こういうようなご要望がありましたんで、半ば20人と3泊ほどして、炊き出しのボランティアをしてまいりました。まあ、その中で、被災をした状況を目の当たりにしまして、言葉がありませんでしたし、また避難所も何箇所か炊き出しをしながら現場の状況を見てまいりましたが、一緒に行った仲間がですね、それ以降この地域で、災害があったときに、我が地元で災害があったときに避難所どうすればいいか、こんな講演もしながらですね、避難所に関しての新しい取り組みなんか訓練も今私の地元で行われているところであります。また私の地元愛知県の渥美半島でもですね、津波に備えて小学校の高台移転、これが行われたり、さらには津波避難タワーの整備がすでに行われているところであります。東日本大震災だけではなくて、これまでの災害で得た経験や教訓を踏まえ、防災対策の不断の見直しを行っているというふうに思いますが、東日本大震災から11年を迎えることを受けて、改めて大臣の所感をお伺いをしたいというふうに思います。二之湯国務大臣。明日3月11日にはですね、東日本大震災から11年を迎えます。改めましてお亡くなりになりました方々のご冥福をお祈りいたしますとともにですね、被災されたすべての皆様に対し心よりお見舞いを申し上げます。政府では東北の復興なくして日本の再生なしとの強い思いのもと、被災者に寄り添って被災地特に福島の復興に向けて全力で取り組んでまいっております。東日本大震災は東北地方を中心に未曾有の被害をもたらしました。ハード対策では被害は防ぎきれず、命を守るためには何よりも避難することが大切だということが広く認識されたところでございます。で、私は昨年11月にですね、岩手県釜石市を訪問いたしました。釜石市の小学校ではですね、日頃から津波を想定した避難訓練と防災教育を実施しており、東日本大震災当日もですね、ほとんど全員が高台へ避難して命が救われたというお話をお聞きいたしましてですね、改めて一人一人の防災意識の向上が極めて重要だという認識をいたしました。この災害でのですね、多くの犠牲を無にしないよう、災害の経験を通じて得られたさまざまな教訓を防災対策に生かしてですね、災害に強い国づくりを進めることが政府の使命であると認識をしております。我が国では今後、首都直下型地震や南海トラフ地震、日本海溝、対馬海溝沿いの巨大地震などの大震災が発生することが予想されるわけでございます。政府としては東日本大震災をはじめ、これまでの災害の経験と教訓を継承し、災害発生時には
万全な対応を行うとともにですね、防災・減災、国土強靭化についてもですね、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。根本幸典君、ありがとうございました。これからもですね、日本においては関東直下型地震、さらには南海トラフ地震等々ありますので、国としてしっかりと防災減災取り組んでいただきたいというふうに思います。さて、私の地元愛知県ではですね、やはり今ありました南海トラフ地震、これに関する危機感というのは大変多く持っております。南海トラフで発生するマグニチュード8から9クラスの発生確率は70から80% とされており、最大死者数は30万人を超えるという被害想定も公表をされているところであります。万が一南海トラフ地震が発生した場合には、被災者の救援のために全国から警察、消防、自衛隊が駆けつける必要もあるでしょうし、食料や水などの大量物資、支援物資を被災地に輸送する必要もあるというふうに思います。私のその地元渥美半島もですね、主要道路259号という国道と42号という国道が走っておりますが、2つとも海のそばをずっと走っていますので、もし地震があったときは両方とも津波の被害を受ける可能性があります。地元ではこの被害を受けないような道路、新しい渥美半島道路を作ったらどうだ、こういった機運も盛り上がっているところであります。そう考えますと、南海トラフ地震発生直後にですね、円滑に支援物資のを被災地に輸送する、こういったことができるようにですね、事前の具体的な備えが必要であると考えておりますが、これまでの取り組みについてお伺いをしたいというふうに思います。榊政策統括官。お答えを申し上げます。南海トラフ地震対策につきましては、地震防災対策推進基本計画を策定し、想定される最大死者数をおおむね8割減少させるなど、定量的な減災目標を設定いたしますとともに、目標を達成するための実現方策を定め、これを推進しているところであります。また実際に発災した場合に備えて、警察、消防、自衛隊の救急部隊の活動拠点や広域物資輸送拠点、緊急輸送ルート等をあらかじめ明確にし、人命救助のために重要な72時間を意識したタイムラインを明示した具体的な応急対策活動に関する計画を定めております。この計画に基づき、災害発生時には警察、消防、自衛隊など最大15万人規模の広域応援部隊を活用するとともに、自治体や民間事業者と緊密に連携し、迅速に対応することとしております。また支援物資の輸送につきましても、国が被災自治体からの具体的な要請を待つことなく、食料等の必要不可欠と見込まれる物資を調達し、被災地に向けて緊急輸送するプッシュ型支援を実施することとしております。各種訓練などを通して引き続き計画の実効性を確保向上していくとともに、関係省庁、地方公共団体等と緊密に連携し、南海トラフ地震に備えてまいります。根本幸典君。ありがとうございます。続いて風水害についてお伺いをしたいというふうに思いますが、昨年の夏の大雨において静岡県熱海市や長野県岡谷市で土石流が発生した際に、避難指示が発令されていなかったという問題がありました。私の愛知県内を見てもですね、積極的に避難指示を発令する首長もいましたし、空振りを恐れて避難指示の発令を躊躇する首長もいたというふうに認識をしております。特にですね、積極的に避難指示発令する首長の方は、少しでも雨が降ると市役所に泊まり込むので、部下の職員の方々も泊まり込むということになって、大変そうではありましたが、やはりこれくらいの熱意が首長にあると大変ありがたいなというふうに感じているところであります。内閣府では避難のあり方に関する検討会を設置したと聞いておりますが、検討結果と今後の対応についてお伺いをしたいというふうに思います。榊政策統括官。お答えを申し上げます。内閣府におきましては、昨年7月からの一連の豪雨災害等を踏まえ、昨年11月に検討会を設置し、
昨年の豪雨災害における対応について振り返りを行いますとともに、災害時における避難のあり方についてご議論いただいたところであります。検討会では委員の先生方から、住民が自らの命は自ら守るという意識を持って主体的に避難行動を取ることができるよう、地域や学校における防災教育などの取り組みを粘り強く続ける必要がある。また避難情報の発令は住民の生命を守るための市町村長の重大な使命であり、避難情報の適切な発令に向けて市町村における人材育成や専門家等から市町村への支援の充実を図る必要があるなど、実施すべき対策についてご提言をいただきました。内閣府におきましては、これら内容について本年2月に地方公共団体に対して周知を行ったところであり、避難対策の強化に向けて引き続き関係省庁と連携して必要な取り組みを推進してまいります。根本幸則君。はい、大臣のですね、所信において、デジタルという言葉を複数回発言されており、熱心に取り組まれていると印象を受けたところであります。災害発生時に国や自治体の職員は多くの業務に忙殺されるため、災害対応のデジタル化を進めてより効率的に対応していく必要があるというふうに考えております。私も5年前に政務官をやらせていただいたときに、災害対策の本部を立ち上げたときにですね、やはりその紙の量が大変多いんですね。職員の皆さんは最新の情報を伝えたいということで、ぎりぎりまで資料を作ってて、本部で会議をやってる間も、次から次へとコピーがどん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 来るような、こんなような状況だったんですね。まあ、そう考えますとですね、やはりこれからデジタル技術をどう活用して、どう効率化していくか、これ、非常に私は重要なポイントになると来るというふうに感じております。そこでデジタル化の取り組み状況についてお伺いをしたいというふうに思います。榊政策統括官。お答え申し上げます。災害対応業務のデジタル化の推進は大変重要な課題であると考えております。このため内閣府におきましては、防災や IT の専門家からなるデジタル防災技術ワーキンググループを開催し、災害情報の収集や分析共有の加速化等の政策について昨年5月提言をいただいたところです。提言におきましては、災害対応に必要な情報を収集分析加工共有する防災デジタルプラットフォームの整備、ドローンカメラ等に代表される各種 IoT データを利活用する防災 IoT の促進、防災分野における自治体向けの統一的な個人情報の取扱指針の作成等、新たな政策の方向性が示され、内閣府といたしましても現在これらの取り組みを進めているところであります。こうした取り組みを通じ、災害対応の効率化により一層努めてまいりたいと存じます。根本幸則君。はい、ありがとうございました。我が国は、地震、津波、風水害、大雪、火山などさまざまな災害に襲われる可能性があります。デジタル化などの新たな知見も取り入れつつ、事前の備えに取り組んでいただくことをお願い申し上げ、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に金子